ビジネスクラス。ビジネスクラス、またはエグゼクティブクラス、とは、旅客機の座席の等級における上級客室のことである。最上級客室にあたるファーストクラスと標準客室のエコノミークラスの間に位置づけられる。略語は C。1970年代中頃までの多くの国際線旅客機には、上級客室である、ファーストクラスと標準客室である。 エコノミークラスの2種類のクラスしかなかった。1970年代前半のボーイング747型機などの大型機の導入に伴う海外旅行の大衆化によってエコノミークラスに団体割引運賃などの各種割引運賃が導入されたことにより当時アメリカを代表する航空会社であったパンアメリカン航空が通常料金でエコノミークラスに登場する顧客 主に出張で利用する車用客への専用サービスとして専用コンパートメントの設置や座席サイズの拡大、機内食の充実を行ったクリッパークラス。クリッパークラスと呼ばれる中間クラスを導入したのが始まりと言われている。略号が B ではなく C なのもこのためである。その後、1970年代半ばから1980年代にかけて ブリティッシュエアウェイズや日本航空、エールフランスやシンガポール航空などの世界各国の競合他社もビジネスクラス、もしくはその原型になる中間クラスを続々導入した。なお、導入当時はエコノミークラスに比べて座席サイズやシートピッチがわずかに広いたは、機内食の充実や手荷物の制限重量が10キロ程度拡大される程度のサービスが主流であったが、 その利用客の多くが団体割引運賃ではなく普通運賃で登場することもあり基本的に大幅な料金割引をほとんどしないために高収益が見込めることなどからその後各社ともサービスの充実に一番力を入れる存在になったその結果各航空会社間のサービス競争が さらに激化した1990年代に入ると多くの航空会社が3年から5年に一度はシートの回収やサービスの見直しを行うようになっていった。この頃に長距離国際線に参入したキャリアは後発の条件の悪さからサービスを大幅に強化する例が多くバージンアトランティック航空はファーストクラスを当初から設置せずにビジネスクラにおける地上サービスの充実を図り 全日本空輸はボーイング747で、当時8列、現在は7列が主流だったビジネスクラス座席を6列配置にして、スーパーエグゼクティブクラスを導入するなど、より挑戦的なサービスを導入する会社が増えた。90年代末期には、米系航空会社が相次いでビジネスクラスの座席間隔を広げ、日本航空もこれに続いた。 2000年にブリティッシュエアウェイズが長距離路線用に導入したフルフラットシート180度リクライニングし完全に床と平行になるシートがビジネスクラスのシートに革新をもたらした。同社のフルフラットシートは隣り合う2席が前後逆向きで配置されることでも革新的であった。続いてライバルのバージンアトランティック航空を皮切りにライフラットシート 180度リクライングするが、床と完全に平行にはならない、シートを導入、シートピッチを多少詰める代わりに横幅に余裕を持たせた。その後同様のフラットシートや、大フラットシートは、日本航空や全日空、シンガポール航空などの競合他社が競って導入することとなり、現在では長距離路線を中心に、フルフラットシート、前日の前後相対配置か、 ベッドカ事に斜め向きになるシートが主流。真正面を向いたフルフラットシートは南アフリカ航空などごく一部に限られるもしくはライフラットシートが主流になっている。また最近ではビジネスクラスのサービスの充実に伴いファーストクラスの導入路線を削減するだけでなくバージンアトランティック航空やコンチネンタル航空のようにファーストクラス廃止する航空会社も多い。 なお、国内線や一内の近距離国際線の場合、ビジネスクラスとエコノミークラス、もしくはファーストクラスとエコノミークラスの2クラス制を取る、航空会社が多いが、ヨーロッパやアメリカの近距離国際線においては、ビジネスクラス並みのサービスとシートにもかかわらず、2クラス時代の名残からか、ファーストクラスと称している場合も多い。 夜間飛行の少ない中近距離国際線の場合、長距離線に多いフラットシートではなく、背もたれの最大リクライニング角度が130度から150度程度のシートを使用するケースも多いが、日本航空のジャカルタ線やシンガポール線、日本との時差1時間、ニューデリー線、同3時間半などのように、6から8時間程度の飛行時間の域内、中距離線にもかかわらずフラットシートを使用している。 ケースもある。さらに、同社の北京線や香港線、バンコク線の一部機材や、デルタ航空の成田香港線のように、2から3時間程度の飛行時間の短距離国際線でも導入しているケースもある。多くは長距離路線の間合い運用の場合が多い。日本の国内線においては、1980年代以降に各社がスーパーシートを導入したが、サービス内容から、 中間クラスの一つに分類できた。ただし、県面では、ファーストクラスの扱いを受けている。ちなみに、かつての日本エアシステムは、ボーイング777にて、上級客室のスーパーシート、下級客室、エコノミーシートと、中間クラスにあたるレインボーシートの3クラス制をとって、おエコノミー料金2000円の追加料金で、利用できとても人気が高かった。 日本航空との合併後は、スーパーシート、レインボーシートどちらのシートも、クラス J として運用されていたビス面では、差がない。現在では、前期の改修が完了し、当初からのシートも消滅した。日本航空のクラス J はこのレインボーシートのコンセプトを素案に、開発されたもので、同シートと同じく1000円の追加料金で利用できる、中間クラスシートである。 しかしながらより大柄なスーパーシートの廃止により、上級ビジネス客の全日空への一掃を許したこともあり、同社では国内線で最大の広さを持つ上級な川張シートと有名レストランや料亭と提携した機内食などの機内サービス、ラウンジや専用カウンター、優先ゲートや優先搭乗などの空港内サービスなどを提供する。 ファーストクラスを2007年12月より知るべししたことで、普通席と中級席、上級席の3クラスとなっている。全日空では引き続き、スーパーシートを導入していたが、日本航空側が廉価なクラス J へとコンセプトを変えてきたことから、より高級志向を目指すスーパーシートプレミアム。さらに、日本航空のファーストクラス導入後は、プレミアムクラスを導入しているが、 これらの内容変化により上級席の一種といって良いサービス内容に変質しつつある。なお、国内では最後にスーパーシートを導入していたスカイマーク固有名称はシグナスクラスは後にこれらのクラスを廃止した。国際線参入に伴いたクラス配備の音型機を増やす可能性について言及しているが国内線にも導入されるかは不明である。下記のように 航空会社によって中間クラスの呼び名は違っているが、これらの中間クラスを総称してビジネスクラスまたはエグゼクティブクラスの呼称で呼ぶことが多い。なお、航空券上の記載でビジネスクラスが C と表記されるのはパンアメリカン航空のクリッパークラス、クリッパークラスの頭文字がそのまま使われたという説やクラブクラス。 クラブクラスの頭文字であるという説などがある。ただし、運賃上では C クラスのほか、JI、Z、D といったアルファベットもビジネスクラスの表記となる。近年のサービス競争の激化により、一部の航空会社では空港ラウンジの充実や機内でのマッサージ、ハイヤーでの送迎サービスを導入するなど、多くの航空会社がより一層のサービスの強化を図っている。なお、 機内食などの機内サービスやシートについては、長距離路線と短中距離路線では格差をつけるケースが多い。機内でもエコノミークラスよりも上級なサービスが提供される。また機内食の特徴として、日本発議便では外国航空会社でも和食が選択できたり、韓国発議便ではコチュジャンが提供されるなど、発着国の食文化に合わせた料理が提供されることも多い。 中東のイスラム諸国の会社では、標準がイスラム料理の場合が多い。特殊な事情のある利用者向けには、事前に申し込めば、ビジネスクラス専用のイスラムやヒンドゥー、コーシャーなど宗教食、ベジタリアン、低カロリーやアレルギー対応などのスペシャルミール、提供される。単中距離用では、エコノミークラスのシートを大型化し、リクライニング角度を大きくしたもの、もしくは、 長距離用のビジネスクラスのシートのリクライニング角度を小さくしたものが主流である。長距離線のビジネスクラスのシートの概要は近年では以下のようなものが主流である。基本的にはファーストクラスのフルフラットシートに比べシートピッチや座席配置などを犠牲にして小スペース化を図る方式が多い。座席そのものは頭頂部から 足先までフラットな座席とはなるが、座席と床は完全に平行とならず、足元側がやや低くなる。2000年にバージンアトランティック航空が導入したものが初であり、以降世界中の航空会社で長距離線のシートを中心に採用されている。足先まで伸ばして睡眠することが可能である一方、通路に対して斜め向きとなっていることで、 前の座席の下にめり込むように配置されるため、シートピッチをそれほど稼ぐ必要がなく、完全にのした、際の座席長が 180cm 強なのに対し、シートピッチは 150cm 強で済む、完全、フルフラットなシートに対してより多くの座席を配置できる。一方で、床と完全に平行にならないため、睡眠時にわずかにずり落ちる感覚となったり、 足先が窮屈に感じることがある。ルフトハンザドイツ航空では、これを防ぐために、シートが S 字状に屈折することで、腰部を床面と平行させることで、安定感を測っている。すべての座席から直接通路へ出ることはできない。日本航空や、エールフランス、全日空のものをはじめ、ほとんどの場合座席は前方に向けて沈み込んでいく。リクライニング方式だが、デルタ航空や、 KLM オランダ航空の一部機材の座席では、以前の座席などと同じく後方にも若干倒れ込むスタイルである。2000年代のビジネスクラスの主要となるシートであり、近年では航空機製造メーカーのモックアップなどでも採用されている。日本においても2002年に全日空が2004年に日本航空が導入し、政府専用機の随行隕石もこのタイプの座席を 導入した。近年では、より快適に過ごせるように、以下の3タイプのシートに移行する、航空会社も多いが、このタイプを改良することでより快適にしているものの、開発も進んでいることから、依然このタイプのものを継続して採用する会社も存在する。2010年代には、多くの会社が次世代シートに移行する中、拡大しつつある、LCC において、他社との差別化として、 上級客席にこのタイプのシートを導入していることがある。1999年にブリティッシュエアウェイズで登場。その後、ユナイテッド航空などで採用される。座席の前後、左右などで機種部と逆向きの座席を配置する方式で、狭い側部と広い頭頂部、あるいは狭い側部同士が隣り合わせになるため、幅スペースを取りやすく、ボーイング747で通常横7列である。 ところを横8列に増加させることが可能となった。これにより座席数に余裕が生まれ、シートピッチ 180cm 強の座席長を実現、完全なフルフラットシートを実現させている。さらに全ての座席から直接通路へ出ることができる。一方で座席の半数が逆向きシートとなることや座席の横幅が窮屈になりやすいという欠点を抱えており、 採用会社は少ない。なお、世界で最初にビジネスクラスのフルフラット化が実現した、首都である。通路に対し斜め向きに座席を配置する方式。斜め向きとすることで、シートピッチをかなり縮められ、また頭頂部のスペースを非常に広く取れる。さらにすべての座席から直接通路へ出ることができる。ただ、すべての座席が斜め向きになり、隣り合う座席がない。 またデッドスペースが多くなる場合がある。着席時の座席を倒して逆側にある睡眠用の面を出して使用するタイプの座席も多い。バージンアトランティック航空が2006年に初採用。以後、ニュージーランド航空などを中心に採用が進んでいる。2000年代後半以降、ライフラットシートに代わる新型ビジネスクラス座席の竜の一つとなりつつある座席であったが、 2010年代以降は、スタッカード式の後陣を排している。一方で、日本航空が2016年以降、スタッカード式と並行して採用するなどの事例もある。シンガポール航空と一部機材において採用されているもので、横幅を広く取ることで、着席時の快適性を向上させているが、縦幅は他の座席に比べ狭い。 横幅を広く取ったことにより1から2から1の配列となることで、すべての座席から直接通路へ出ることができる。一方で、座席数をそれなりに維持するため、睡眠時は、前席の頭頂部と後席の側部がスペースを分ずつ、取り、ピッチを埋めている。そのため、睡眠時は蒸気と同じ、斜め向きの睡眠となるが、ヘリンボーン式よりは機種に対した手向きになっている。 ファーストクラスと同じく、これまでのような通常タイプの座席配置のまま、シートピッチを単純に引き伸ばして、フリフラット方式としたもの。前後3つのタイプと違って、座席単位で、スペース、配置に何らかの犠牲がない一方、スペースの省略を行わないことで、座席数が非常に少なくなってしまうため、今のところ大型機に限定した採用である。 全ての座席から直接通路へ出ることはできない。南アフリカ航空が一部の長距離路線向けに採用する程度で座席数の減少を懸念した他の会社は全校のいずれかの方式を採用していたが、フラットシートを各社が採用しサービス面に大差がなくってきたこと、超大型機、A380 が就航したこともあり。 エールフランスや大韓航空が2010年以降の新型座席に採用している。スタッカードとは互い違いの意味で座席が10列ごとに半分縦にずらされて配置されている。また10列で見たときに前の客の頭部と後ろの客の足先の間にさらに数十センチの空間を置き、この空間は隣の列の客がサイドテーブルとしたり通路への出口に利用される。 そのため、客一人あたりの専用スペースは、カタカナの、との形のようになる。このサイド空間のおかげで、2から4から2配列なら、どの席からも通路に出ることが可能になり、高いパーティションをすべての座席間に設置して、プライバシーを守ることも可能になった。エミレーツ航空が長距離路線用に最初に採用し、その後他社も他のシートからの移行を行い、 2010年代の主流の一つとなっている。日本国内では全日空が2010年に、日本航空が2012年に採用し、ライフラットシートに代わる日本の航空会社のビジネスクラスの新標準となっている。また、前列座席の足元と後列座席の頭部が隣り合う形となるため、同規模の正規配置の座席より座席を多く配置しやすい。ただし、 より小スペースな座席からの転換のみであるため、現在採用している各社では、座席数は従来のものより大幅に減少している。しかし、座席が半列ごとにずらされて配置されているために、夫婦などが完全に隣同士になれないというデメリットがあるため、日本航空など一部の航空会社では、座席間には開閉可能なパーティションを設置して、これに対応している。 前述のようなビジネスクラスの各種サービスの充実が進められた結果、ビジネスクラスとエコノミークラスのサービス内容、及びビジネスクラス運賃やエコノミークラス正規運賃とエコノミークスの割引料金に差がつきすぎてしまったため、バージンアトランティック航空1992年をはじめに各社が中長距離便において導入していった。運賃に関しては、 エコノミー正規運賃か、それに準ずる運賃でないと利用できないものから、割引運賃でも多少の差額を支払うことによって、利用可能なものまで様々な取り扱いがある。座席に関しては、日本航空やブリティッシュエアウェイズなどのように専用のシートを開発し、専用のコンパートメント内で提供するものや、旧式のビジネスクラス座席を流用するものから、 ユナイテッド航空やスカンジナビア航空などのように、エコノミークラスと同等の座席で前後間隔を多少広げただけの方法で、エコノミークラスと差別化されたものなど、航空会社によって様々なサービスが存在している。多くの場合、座席前後幅は100センチメートル前後となっている。また、一部のビジネス客重視路線においては、ビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスのみとしている。 路線もある。例、シンガポール航空や全日空の一部の路線。機内食については、エコノミークラスと同等の場合が多いが、シャンパンや軽食などの提供によって、差をつけている会社も多い。また、空港ラウンジの使用や特設カウンターの提供、機内アメニティの提供を行うケースもある。登場から10年以上が経過し、当初は、 初期のビジネスクラス同様座席程度の違いでしかなかったものが座席幅の拡大や座席間隔の拡大、ソフトサービスの拡充、果てはニュージーランド航空のように座席配置そのものに大幅な変更を加えすべての座席が通路または窓側に来るように配置するなどそのサービス面はかつてのビジネスクラス同様年々拡充傾向にいる。鉄道やバスにおいても ビジネスクラスの故障を用いる例もある。欧州では一等車に等車の故障が多いが、アジアや北米では上位クラスのサービスとしての採用例がある。台湾においては、台湾高速鉄道の 700T 型において、日本のグリーン車相当の客室をビジネスクラスの中分分けである、商務車、そう、にプラスに配列と呼んでいるほか、台湾鉄路管理局のクルージング列車である、 関島の星号は全席ショーム座扱いで運行している。中国でも高速列車は会合、CRH で1プラスに配列の車両がショーム座と呼ばれている。北米でも米国アムトラックのアセラエクスプレスでファーストクラスに次ぐ東急としてビジネスクラス2プラスに配列を採用している。カナダビア鉄道でも類似のサービスがある。台湾の高速バス事業者 カズキン客運、アラコー客運は1プラス1配列のショームザサービスを展開している。カズキン客運は、ハッキン伏層、プラチナムクラス、カシラ東証無層、ファーストクラスビジネスクラス、アラコー客運は、相当座端、プレジデントシートとそれぞれ名称は異なるが、競合する同業他社及び鉄道との差別化として定着している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。